収入できるはずです。頑張ってみる。私に頑張ってみる。私にもできるはずです。私にも頑張ってみる。私にも頑張ってみる。私にもできるはずです。私に頑張ってみる。頑張って、えい。私にもできるはずです。私に頑張ってみる。私にもできるはずです。頑張ってみる。頑張ってみる。私にもできるはずです。えい。頑張って、えい。頑張ってみる。よかった。みんな喜んでもらえたみたい。言葉の最後にずらって言っちゃったりするけど、あなたのそばにいてももっともっとニコのそばにいなさい。ステージの前、もう人でいっぱいだよ。サマーフェスティバルのお客さんの他に屋台の人たちも見に来てくれてるみたい。来てくださった皆様に最後まで楽しんでいただけるよう全力を尽くしましょう。楽しい祭りの記憶はヨハネたちが織りなす闇の共演で塗りつぶされるのよ。それだとマルたちが作った料理や盆踊りまで忘れられちゃうことになるズラ。開始時間までもどかしいよ。フライングで出ちゃダメ。じゃあスタートまでジャパニーズ漫才でもしちゃう？コントとか。お笑いライブにしてどうするの？ダメですわ。決められた時間はしっかりお守りなさい。浮き足立つのはわかるけど、本番前だからこそ落ち着いてね。みんな衣装の着心地どう？おかしいところとかない？大丈夫だよ。いつも通りぴったり。ヨー&ルビーブランドのコスチュームはいつだってマリーたちのボディにジャストフィットだもの。信じてるわ。ありがとう。そんなに褒められると照れちゃうわね。
まる。あんたお腹は大丈夫なの？お好み焼きだの、牛串だの、クレープだの、いっぱい食べてたでしょ？心配ご無用ずら。ちゃんとライブのことを考えて量を調節して食べてたよ。このぺたんこのお腹がその証拠ずら。よかった。じゃあ今回はウエストを心配しなくて大丈夫だね。ロビーちゃん、ルビー、あんた人畜無害な顔の割に腹の底はシビアなのね。だから違うってば。そもそもライブができるかどうかも危なかったものね。一度は中止が決定したのにそれを覆すなんて誰にも予想できなかったと思いますわよ。人生何が起こるかわからないよね。台風が一日で通り過ぎたこと、実行委員会の説得が成功したこと、町の人や観光客の人が片付けに協力してくれたこと、お祭りを愛するたくさんの人の心といくつもの奇跡が重なってサマーフェスティバルは開催できたんだよね。そうだね。おっと、そろそろサマーフェスティバルスペシャルライブビギニングの時間ね。闇の共演の幕開けよ。いよいよ来た。あ、でもコントできなかったのはちょっと残念。本当にやるつもりだったの？一気に緊張が続々ってきた。マルモズラ、手に人って書くのと深呼吸とどっちが効くんだろう。どっちもやっておけば問題ないんじゃない？よし、それじゃあみんな。ま、どうしたの？オフコース。じゃ、カメラ貸して。タイマーのボタンはこれね。置く場所はここでいいかしら。さあみんな集まって。はーい。3列に並んだ方が収まりいいかな。君は地下の隣ね。いいからいいから。笑って笑って。はい、アーズアップ。みなさんこんにちは、アクアです。今日は集まってくれてありがとうございます。最後までみなさんに楽しんでもらえるように精一杯歌います。